静岡県庁は地方公共団体である静岡県の行政機関である。庁舎は静岡市青区にあり、本館、東館、別館、西館で構成される。第49から52代静岡県知事の石川、吉信は静岡県庁の防災体制の強化を積極的に進めていた。兵庫県南部地震での兵庫県庁の初動体制の不備に 危機感を強めた石川知事は1996年4月、静岡県庁総務部防災局の配下に緊急防災支援室を創設し、地震発生直後から機動的に対応する特別部隊を整備するなど、震災時の色のない初動体制の整備に尽力していた。その後も石川知事は防災体制の強化を図り続けた。2009年には、 静岡県庁総務部防災局を発展的に解消した危機管理局を設置した。この危機管理局は従来の防災行政だけでなく、テロ対策、伝染病、食の安全など様々な危機に包括的に対処する部局となった。2010年4月、静岡県庁は組織再編を行い、総務部の危機管理局を坪根から部に昇格させ、危機管理部とした。 2021年4月1日現在の組織を次に示す。以下、右にある表示をクリックすると一覧表示される。組織図静岡県庁舎東館、別館知事副知事、静岡ネットテレビは、静岡県が運営するインターネットテレビ放送である。知事記者会見、県庁民に情報、県政ニュースなど7系統のチャンネルを用意して、県政の広報に努めている。 ありがとうございます。